疲れたし、今日もなんかテレビ見るかな。なんじゃこりゃ。なんかすんげえ甲高い声で、ハムスターみたいな声するな。わー、テレビの中に吸い込まれた。はい、どうも、ジンポンチャンネルです。今日紹介するのは、アボガドではなく、これアボガドじゃなくてアボカドですね。まあ、それはどうでもいいんですけど、今日やるのこっちですね。ヤングココナッツ、飲み方が、こちらを、カッペンの説明通りストローを刺すと、どうやら飲めるらしいんですよ。ココナッツの中身ですかね、これ。ベトナム産らしいんですけど、スーパーで売ってて珍しいなと思ったんで、今日ちょっと動画にして飲んでみます。どんな味するんですかね。普通のココナッツウォーターは飲んだことあるんですけど、本物の原液というか、そのまま飲んだことないんで、ちょっと飲んでみます。それではちょっと開けていきますね。では戻りましたので、ちょっと軽くですね、一応水洗いしてみました。ストローを刺して飲むっていうらしいんですけど、ほんとどんな感じなんでしょうね。ちょっとやってみますね。はい、ものすごい皮の量を取れましたね。意外と分厚くて、中がこんな丸い、種みたいなのが入ってるんですけど、そこから刺すことできましたね。どうやらちょっと僕、三角形の尖った方を切ってたんですけど、そこの方が刺しやすかったですね。じゃあ飲んでみます。うん、あ、意外と甘い。結構ジュースみたいな味するんですね。なんかもっと淡白な味なのかなと思ったら、意外と普通に甘くて美味しいですね。あ、これ完全にフルーツですね。あ、美味しい美味しい。市販のココナッツウォーターよりも、結構コクがあるというか、ジュースみたいな感じで、甘い、結構砂糖みたいな甘さが少しありますね。でもそんなにくどくないので全然飲めちゃいます。味伝えるのがなかなかなんですけど、こうやって普通に差し込むとジュースみたいにしてストローで飲めてますね。あ、もうなくなってきちゃった。結構缶ジュース1本分ぐらい入ってる感じで、結構なみなみこの丸の中に入ってました。あ、これうまいかも。さすがにこの身から飲むのは初めてなんで、いや、結構感動しました。あー、これは美味しいですね。で、意外とこの最初の皮がみかんの皮みたいにね、ベリ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 剥けて、ものすごい厚さでした。指がこんなもんなんですけど、結構指の太さぐらいありましたね。皆さんも見かけたらね、ぜひ飲んでみてください。美味しいっすよ。それではまた、最後まで見てくれてありがとうございます。